諏訪大臣は、千葉県、香取郡島の省庁にある神社。旧社格は豪社。竹港の地を主催神とし、今年老主猪之と大国主大臣を廃止する。祭礼の出し、素人相撲大会、坂の上の田村麻呂が、江戸政党の際、悪神退散を祈願して建てた、人祠らが、当社の始まりとされ、大同2年に創建されたと言われており、 塚山明神とも称された。東国鎮後の神社として、国史武将等の数形厚く、特に、大江これ時は社殿を造営し、源頼朝は、研究2年、東ず種に命じて、社殿を改築した。その後天正19年に、徳川家康が、主因地十国を寄進し、教皇3年には、新海制一位を授けられた。当社の春の例祭には、 神前の神楽殿で、笹川のカグラが演ぜられる。天狗の面、小屋根の面、大玉の命の面、乙女の面、田地からおのの面などの十六座からなり、大々カグラあるいは岩戸カグラとも呼ばれ、千葉県の無形民族文化財に指定されている。また、周期例祭には相撲祭りが行われる。出汁が街中に繰り出し、笹川しぐ像が模様して以来続けられている。 素人相撲大会などが開かれ、遠近からの参拝客でに賑にわう。2017年の大相撲夏巡業期間中は、出羽の海部屋の幕下以下の力士がここへ合宿に訪れていた。なお境内には、天保13年に、笹川茂蔵が建てた、飲みのクネの石踏みが残っており、境内の入り口には、天保水庫でに品館がある。ありがとうございます。